はい、寝袋の患者体験をする、杉江くんです。杉江くん、この間眼瞼下垂の手術をしたんですけど、目がパッチリ開くようになりました。目袋割とない方じゃないけど、少し目袋入れてあげるともっと目が大きく見えるので、やっていきたいと思います。お願いします、はい、で目袋なんですけど、この部分とこの部分なんですけど、重要なのは何回もブスブス刺すと出血の危険性が出るっていうのね。だから1箇所しか刺さない、うん、っていうふうに僕はしてます。でこれは、ベノキシール点眼薬、これ麻酔なんですけど、眼球の、痛みを、表面の痛みを取ると。なんでヒアルロン酸入れるのにこれ入れるのって言うんですけど、その理由は後で。目開けて、めっちゃしみるでしょこれ。もうなんでこんなしみんのと思って。それで、針がですね、このようにすごく細いのを使ってます。 32GH。 この細い針をこのヒアルロン酸の粒子が通っていくと、針がこうパーンと飛び出していくことがあるんですね。なのでそうならないように、ヒアルロン酸というのはここにロックが、針にロックがついてます。こういうふうにネジになっているんですね。針が飛んでいかないようにロックします。必ずこのロックを確認してください。で、眼球刺しちゃったりします。目開けてみて、で消毒します。目開けて消毒します。いいよいいよやっていきます。よくツベルクリン反応みたいなやつで、皮膚だけを浮かすような感じでやっていきます。で、その時に皮膚をしっかり引っ張って、チクッとします。上向いていて、はい、一旦皮膚に針を入れたら針先を動かしてはいけません。眼輪筋に入るともう出血が大変になるんで、僕はこの真ん中のところに1指ずつぐらい、こういう感じですよね。1箇所入れた状態です。これだと膨らんでる箇所ここだけなんですけど、目開けて、これをですね指で押して広げます。痛い？痛い、痛い。でこれ右左分かりやすいから、これで終わりです。片方で一回起き上がってビフォーアフターね、にって笑ってくれたら分かりやすい。最初に点眼麻酔をした理由なんですけど、まぶたのところに指を入れたかった。で指でこの目袋の形を僕は作ります。にって笑って、そうそうそう、もともとちょっとあるよね。はい、いいですね、いい感じでしょ。まあ、もともとあるんで、あんまり入れすぎないようにしてます。全然ない人は入れるとすごいいい感じになります。で、まあ、右が終わったら、右酵素とかから入れたじゃないですか。次、こう入れると左右対称にならないんですよね。こっち側に回ります。ちょっとチクッとしますよ。この時に血管、細かい血管がないか探してます。でないことを確認して、注入。ポコッと膨らんでますよね。これを指で鳴らしていきます。上向いてね、はい、取れてる。このヒアルロン酸の中に麻酔入ってます。ちょっとこう外側に広げるとあります。見上げてみて、はい、起き上がってみましょう。何が言いたいかというと、針の刺す回数が少ないので出血の危険が減るっていうのと、
でブス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 刺せんじゃダメですね。一箇所だけ刺して形作るというふうにしてます。だから最初にあの点眼麻酔をした。すごい男前になったことない。わからん。男前も見てない。見てない鏡見る鏡。はい、見たいです。ほらほら見て。お、変わってる。ああ、なるほど、すごい、かっこいい。変わりましたね。変わったでしょ、はい、なんか。いや、嬉しいですね、いい感じですね。なんかやっぱ目も大きく見えますね。大きくなったように見えるよね、目袋がね、はい、ありがとうございます。